ナルシストに執着されて長い間嫌がらせを受けて、ほんまに大変な思いをされた方は案外多いですよね。ひどい目にあったことが何回もあってマジで許せへんって人たちが集まって、もう二度と同じ目に遭わへんようにナルシスト対策をしようといったチャンネルではありますが、知識を深めていくと、いや、そもそも元をたどると、なんで自分だけこんなにナルシストに攻撃されるんやろ、なんでナルシストにばかり狙われるんやろ、というような疑問を抱くことはありませんか。とっても計算高いナルシストは、ある条件が揃うと高い確率でその条件が揃った人を敵視することがあります。なぜこんなにも同じような特徴を持つ人に何遍も狙われて嫌がらせをされたり嫌な思いをせなあかへんのか気になりますよね。ということで、今回はなぜナルシストはターゲットを恨むのかというテーマでやっていきたいと思うので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。本題に入る前にお知らせです。コミュニティの方で少しお伝えしましたが、先日パトレオンでメンバーシップを立ち上げました。 YouTube のメンバーシップもやっているので、パトレオンメンバーシップは2つ目のメンバーシップという形になりますが、並行でやっていきます。メンバーシップの特典内容についてご紹介したいんですが、パトレオンのメンバーシップはメンバーシップ限定のブログ配信です。月に 1,2 度 YouTube のメンバーシップでお届けしている動画を記事としてお伝えしています。アメリカの心理学に基づいた最新のナルシスト対策、私の実体験とその時に学んだ知識とか教訓、ナルシスティックアビュースからリカバリーコーチングをメンバーの皆さんに提供します。日常生活に取り入れられる具体的なリカバリーのテクニックや回復へのプロセスを詳しく教えます。YouTube のメンバーシップでは動画のコンテンツを中心に提供していますが、パトレオンのメンバーシップでは文章を通じて有益な情報をお届けします。動画視聴よりも記事が読みたい方におすすめのコンテンツになっています。ぜひこの機会にメンバーシップに参加してより深い学びとサポートを手に入れてくださいね。皆様の参加をお待ちしております。記事よりも動画が見たいという方は引き続き YouTube のメンバーシップをお楽しみいただけたら嬉しいです。なぜナルシストはあなたを恨むのか。一つ目は相手が有能だからです。もう結論から言ってしまいます。ズバリターゲットにされる人には魅力があるからです。ナルシストはあなたに価値があるから狙うんです。例えば彼らは誰かが能力を発揮したり成功を収めた時に強い嫉妬心と競争心が生まれるわけです。私もこの人みたいになりたいと憧れではなくて、自分が現在いるポジションに満足していない、どこか憤りを感じている、焦りや不安がどういうわけか攻撃性に変わっていってしまうんですね。この人に負けたくないと気持ちを奮い立たせたりの負けず嫌いはいいことです。だけど相手を蹴落とすためにズルや嫌がらせをして相手を弱らせたところで勝利を勝ち取ったり心しげにしているというのは、ちょっと人としてどうなのかなって思うんですよね。皆さんはどう思いますか？やっぱり私と同感やっていう人たちは、精神的に同じような辛い思いをしてきてずっと耐えてきたから共感できるところがあると思うんですね。一生懸命努力している相手が優れていると認めたくないナルシストは、他の誰かが周囲から注目を集めている時、自分が注目されるべきはずなのに自分が浴びていない注目なので面白くありません。ナルシストの人って常に自分がとものすごくがっつく感じがあるんですよね。要するに相手に人気があるというのを見たくない。だから誕生日会とかイベントごとを嫌うし、揉めたり喧嘩を吹っかけたりして台無しにすることなんてよくあるんですね。二つ目は相手を羨ましく思います。ナルシストがターゲットに対して嫉妬心を抱いているのは、相手が欲しいものを持っているからという理由が挙げられます。具体的には職場で同僚が昇進した時とか、同級生の友達が結婚した時とか、子供ができたとか、家を建てたとか、ほんまに日常生活でよくある感じです。弱どころかどうしても他者の功績や成功を憎く感じるそうなので、たまたま運が良かっただけ、あんなまぐれやろ、大したことないやん、というような相手を軽視する発言をするかもしれません。どうして相手を見下すような攻撃的な発言をするのかというと、周囲からの注目の的なのは自分じゃなくて、
自分は影にいると強く感じた時にその屈辱に耐えられないからです。ナルシストにとって本当の幸せは自分が他人にちょっとでも勝っているとかで優越感を味わったり、誰かの不倫とか離婚話などの人の不幸で見て喜んだり盛り上がったり、自分で幸せをつかみ取ろうとするんじゃなくて、誰かが不幸せなのが不幸せな自分を幸せにしてくれるというような感じです。そんなナルシストは自分が嫌いだからこそ、このネガティブな感情は相手のものなんや、自分が衰えているはずがないと相手に投影をして不安をかき消します。ナルシストが内面で潜在的に感じているのは劣等感、空虚感、恥というようなマイナスの感情です。表面上では自己意識を高く見せますが、本当はこうした葛藤と常に戦っています。よって優位性を感じられない時に、自分のエゴが傷つかないように自分と他者を比較して、彼らに勝手に彼らの中で順位を決めるんです。ちなみにあなたが攻撃の対象にされたということは、彼らがあなたに対して負けを認めた証拠です。なぜかというと、ナルシストは相手を認めると傷つくので、自分を守るために攻撃しますよね。無自覚に相手と自分を比較しているのは、どこかでこいつには負けたくないという競争心が存在して、彼らはターゲットに負けた時の敗北感を絶対に味わいたくありません。なので何が何でも勝たなければならないし、必死で勝ち負けにこだわって、他者からの評価に敏感なナルシストは人にどう見られているのかめっちゃ気にします。評価されることに依存しているからこそ、自己価値の感覚がないナルシストにとって、ターゲットとのバトルというのは自分の自己肯定感を高められる絶好のチャンスです。次は相手が構ってくれる位置にいないからです。こうして嫉妬されても無視を徹底したり反応しないと、拒絶されたからという理由だけで恨みを抱いてずっと根に持ったりします。愛は憎しみに変わるなんて言葉もありますけれども、よくある例がストーカーですよね。ナルシストは見捨てられ不安とも言われていて、相手に注目されたい、認めてほしいという欲がかなり強い人たちです。かまってほしいという強い思いが後につきまとい行為など、ちょっとストーカーっぽくなったり、加害者の心理は少し複雑なものではあります。というのも、こういう粘着質なタイプの人は相手が憎く嫌いなのに放っておかれたくないし、心のどこかに構ってほしいみたいな感覚があるんですね。相手が生き生きしているのが羨ましい、幸せそうで羨ましい、自分もあんな風になりたいというのが、なんで自分じゃないの、相手が幸せなのが許せない、私の方が幸せになるべきと、羨ましいから憎いというような歪んだ心の反映が起きてしまうんですね。なので相手を嫌いつつも、なんか気になるから自分が嫌われているか試し行動をすることも珍しくありません。試し行動については過去に動画を作ってるんで、まだ見ていない方はよかったらご覧ください。あと、ストーカーの行為にエスカレートするタイプのナルシストは、やはり無視を反撃とみなすので、無視されたイコール裏切られたと感じます。かまってちゃんと呼ばれるタイプの人たちは退屈で、相手のやっていることが気になるし、一番にコントロールしたいという支配欲がかなり強い傾向があります。要約すると、自分の行動が相手に与える影響がどれだけのものなのか実感したいがために、やり返さないおとなしい人を狙って受動攻撃、マウンティング、モラハラ、パワハラ、カスタマーハラスメントなどのハラスメント全般、いじめ、子供への過干渉、支配、コントロール、パートナーへの過度な束縛など、精神的 DV や心理的な虐待を行います。次の理由は、自分の言動を指摘されたからです。ナルシストに指摘や批判するには注意が必要です。できれば否定的な発言は避けた方がいいかもしれません。まずナルシストは自分が正しいと間違いを認めないので、一方的な意見の押し付けをして全部自分だけの価値観で決めつけます。価値観がずれているために話し合いにならないし、会話が成立しません。彼らの意見を真っ向から否定すると、こいつはダメなやつ、おかしいことを言っているやつと悪者のレッテルを貼られて、ターゲットが黙り込むまで人格否定をしながら逆ギレしたりしてくるんですよね。でもナルシストは本当は自分が嫌いで、そうやって自分を責めているのは
自分の間違いを認めたらエゴが崩壊してしまうという恐れがあるのを理解しているからです。私がナルシストにあんたのせいや、全部あんたが悪いんやって言われて責められてたのも、彼らがその現実を受け止めたくないからで、ナルシストのこちらに対する批判を跳ね返しても結局彼ら自身のところに返ってくるブーメランでしかないんですね。そうやって現実逃避して自分に寄っているために、自分の問題を解決する気はさらさらありません。ナルシストは自己陶酔に飢えないように他者からエネルギーを吸い尽くす欲があって、言いなりになって自分の指示通りに動いてくれる都合のいい人をうまく手なずけて従わせるように日々マインドコントロールをするわけです。特に嘘を信じてくれる人は最適だけど、すぐに嘘を見抜く人をターゲットにするには非常に都合が悪いです。ですから彼らの正体を暴いたり、支配関係にとどまらずに逃げようとしたり、真実を加害者に直接指摘するような人は利用するというよりも敵認定されやすくて攻撃される可能性が高まるかもしれません。次は洗脳が解けたからです。ターゲットの共存からの脱出とか自立、被害者の暴露などはナルシストにとって一大事です。もうターゲットをコントロールできないと、今まで与えてもらっていた自己陶酔が手に入りません。例えばナルシストなどこへのロボットにならずに一人暮らしを始めたりすると、もう子供への干渉やコントロールができなくなりますよね。ナルシシズムの知識を学んで洗脳から解けて、もうナルシストのパートナーのご機嫌を取らない、無視しだす、攻撃にも屈さず堂々としていると、ナルシストは内心は相手を今までのようにコントロールできないことから焦りを覚えます。コントロールすることによって今まで絞り取っていた自己陶酔が一切手に入らないということは、彼らは何か違う手を打つ必要があります。そこでよく使われるのが無視です。無視というのはナルシストにとって手段です。ターゲットに罰を与えてコントロールできないことを懲らしめるための方法の一つに過ぎません。実際にはアメリカの心理学では、ナルシストはサイレントトリートメントという方法を使ってターゲットに対する精神的虐待を継続してメンタルを消耗させるとされているんですが、このサイレントトリートメントというのは単純に無視することなんですね。無視なんかどうってことないやん、暴言とか言われて攻撃されるよりもマシやん、逆に無視してくれてありがたい、というような方もひょっとするといてはるかなと思うんですけれども、無視っていうのは心理学で受動的攻撃の一つともされていて、いわゆる攻撃なんですね。相手を無視するということは存在しないものとして扱うという意味でもあるために、被害者の方からするとすごく心に傷として残るし、仲間外れとかわざと存在を忘れられているような言動って本当に幼稚なんですよね。ナルシストを無視をすることで不安、恐怖、罪悪感を植え付けて、自分に意見するもの、歯向かうものを省こうとすることがあります。ターゲットを手放すのはもったいないくらいには思っていますが、他に注目や賞賛を与えてくれるターゲットさえそばにいれば、新しいターゲットに乗り換えるために相手を突き放して関係を切り捨てるような行動を取るかもしれません。特に勘がいい人だと彼らの戦術に気がついても、あ、いいです、自分はあなたの取り巻きには絶対なりませんからっていうような態度を示すと、当然サイレントトリートメントとかトリアンギュレーションといった第三者を含んだ集団で行われるいじめが繰り広げられるかもしれません。本当に哀れですが、学生のいじめと同じように次々と標的を変えたり、いろんな人を味方につけては、ナルシストは職場で大人のいじめをして家族を精神的に傷つけて、周りの人たちを自分に従わせる自分中心の生き方をします。ですが皆さん気づきましたか？全部向こうの問題で、あなたには何の問題もないんです。今日お話ししたような理不尽な攻撃を受けてきて、自尊心が傷ついてしまったせいで自分を大切にするということがわからないという方も多いかと思います。私が皆さんにお伝えしたいことは、ナルシストのことをひたすら考えたり、神経をすり減らしながら価値のない関係が切れないように大事に大事にするよりも、
あなたを攻撃してくる人なんかに大切な時間や労力を使わず、有意義なことに時間を使ってほしいなと思います。最後になりますが、こちらの電子書籍でもナルシストの虐待のサイクルやナルシストの虐待から回復するための心のケアの方法などについて詳しく解説しています。どうしても関わらないといけない時のナルシストへの対処法を知りたいという方は、こちらのビデオガイドで彼らとの有効なコミュニケーションの方法を動画でご紹介しています。どちらも有益な情報がいっぱい詰まった内容になっているので、ぜひ一度読んでみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。それでは本日もご視聴ありがとうございます。現在チャンネル登録者数2万人を目指して情報発信も頑張っているので、もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次回の動画で。